2024年1月1日に結婚報告をした声優さんたち、アニメ呪術廻戦ジグロ恵役でおなじみの内田優馬さんとトロピカルージュプリキュアローラキュアラメール役で人気の日高里奈さん、2人は竜王のお仕事というアニメで主人公ヒロイン同士で共演していることもあり竜王婚と話題になっています。2組目は鴨の橋ロンの禁断推理、主人公鴨の橋ロン役などを担当した浅上洋平さんと、ウマ娘プリティダービースマートファルコン役で人気の大和田ひとみさん、お二人はモニ・アオニプロダクション所属、同じ事務所同士での結婚ということでアオニコンと話題になっています。その他影山あかりさん、伊藤かなえさん、須藤かの子さん、野戸ありささんなどがバン男性との結婚を発表しています。